ついに妖者を打ち倒した。だが妖者の巣に開けた新たな道、その先に妖者から抜け落葉古老館で妖者を撃退した者たちにはもう分かっていた。この先しかし誰一人恐れる者はいなかった。これまで乗り越えてきた数多の苦難が勝利への自信を与える。新たな未来へ向けて。へえ、すごい力を8つも感じるわ。想像しうる中で最悪の事態と言えようが、想像の範囲内の事態であるとも、人の頃今の力ならば乗り越えられぬもの。随分と信頼したもんね。お前とて人の子の。まあね、だってこの私が今日。さーて8人の あなたとずっと一緒に戦って、してたけど、オロチが8人か。しかも落葉で戦ったオロチとは一味違う圧倒的な力と存在感だ。我らは幾多の困難を乗り越え、ここにいる。この戦いも。俺ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。敵将撃ち取った。最高だ。それだからお前と一緒は面白い。古老館のオロチはいわば妖者の残りかす。こちらは妖者そのものということか。なんだこれは。奥底から畏怖と恐怖が湧き出してくる。屈するものか。燃えよ我が闘志、前へ進むのだ。人の心を攻める術か。以前のオロチでは考えられぬ技だな。他のオロチにも警戒の必要があるだろう。それぞれが固有の能力を持つと考えられる。このゾクゾクする感じ、本当のオロチ様みたい。滅びよう。残念。力はオロチ様並みだけど頭は蛇並みね。これは興味深い。ここは流血、大地の力が集まる場所だ。この力
私ならば使いこなせる。オロチの術を止めることもできよう。してもらっては困る。不幸に対する私の期待ははるかに高い。この勝利虚しいだけ。8人のオロチ様から解放された力、また一つに集まっ、なんだかとんでもないものが生まれたんじゃな。太鼓坊さん、これも想像の範囲な。さて、いずれにせよ時を超えた物語も最終章に近、人が導くのは滅びの結末か希望。今はただ読み進めるとしよう。何も感じないでねえ。